はね、沢さん、上戸彩さん、そして岸瀬美智子さんの表情、言葉以上の本音建前、ね、秘密を隠している秘密、見てる人はね分かってるわけじゃないですか。刑事もので言ったらその犯人が分かった状態の心理で、まあどういうふうにごまかすかみたいな、その心理を見てる人の心の火だとこう合わせるみたいな、もうすごく微妙な繊細な表情ですね。僕なんかね、現場で上戸さんの表情見てるとね、いつか日の当たる場所でって NHK で、まあやってたドラマの時にはしなかった表情とかね、そういうものをね僕は多々見て、それを見た僕のリアクションとかっていうのももうそのまま出ちゃってますし、上戸さんの表情っていうのはね多分ね作品の指針になってますね。見てる方がそこに感情移入する。変な話ね、僕まあ、オンエア見ると自分目線じゃないですよね、上戸彩さん目線でどっか見てるんですよ、物語を。やっぱストーリーテリングしてるのは上戸彩さんだっていうね、すごいっすよやっぱあの人。